こんにちは。お天気をお伝えします。夏から秋の季節の変わり目、長雨シーズンに入っています。こちらは現在の函館の様子です。晴れ間は出ていますが、昨日までの1週間で函館では168ミリと平年9月1ヶ月間で降る雨量を超えているんですね。胆振地方では300ミリ近い雨の降ったところもあり、明日にかけてさらに雨の量が増える恐れがあります。太平洋側の西部では100ミリ以上の雨が予想されています。土砂災害などご注意ください。では今の道南江差市の様子です。こちらも晴れ間が出ていますが、夕方以降は雨が降りそうです。時間ごとの天気、道央と道南です。瀬田名は昼過ぎから、道南の江差市は夕方から雨が続き、雷とともに強く降ることもありそうです。止み間はありますが、明日にかけて大雨にご注意ください。千歳も降ったり止んだりでしょう。その他道央では傘マークのない時間帯もにわか雨があるかもしれません。気温は25度前後で蒸し暑いでしょう。太平洋側です。夕方までは釧路から中標津で強い雨が降りそうです。夕方以降今度は西部で雨が降り出します。今夜以降雨足の強まる恐れもあります。胆振ではすでに地盤の緩んでいるところがあり、崖の近くなどには近づかないでください。道北とオホーツク海側です。留萌や紋別では時折日差しが出ますが、網走は昼過ぎまで雨が強く降りそうです。曇りマークだけのところも所々でにわか雨の可能性があります。蒸し暑い空気が入り、最高気温は24度から26度まで上がりそうです。変わって今の札幌です。こちら日中にわか雨があるかもしれません。週間天気です。明日夕方頃にかけて雨が続く予想で、太平洋側の西部を中心に100ミリ以上の大雨となる恐れがあります。土砂災害や道路の冠水など引き続きご注意ください。土曜日からの4連休は前半は晴れて過ごしやすい陽気になりそうです。お天気でした。